0時です。ジャンクゼロ。カレー味のうんこか、うんこ味のカレーか。人には答えを見出せない究極の選択を迫られる時がある。今自分は学生でありながらそんな場面に遭遇している。学校に好きな先生が二人もいるのだ。いやよいやよも好きなうちのちょっと照れやなあの人か、それとも抜群のプロポーションでちょっと心配性なあの人か。ああもし日本が一夫多妻制ならどれほど良かったことかと毎日思う。絶対にどっちかなんて選べないよ。町子先生、ルナ先生、とりあえず今日は浅見馬にお世話になることにします。剣道小林の手目横、今夜も緩やかに始まります。どうも皆さん、打倒ホリプロコムの合言葉のもとにラジオの前に集合ありがとうございますね。近いうちに俺があの事務所ぶっ潰してやりますんで、皆さん楽しみにしていてくださいね。さあ今回のてめおこポエムはラジオネームコスコスピエロさんからいただきましたが、まあここで一つダメ出しするのもなんなんですが、これポエムじゃありませんね、これコラムですまあね、マチコ先生、ルナ先生と昔はマイチングマチコ先生ね、そしていけないルナ先生というこの先生が徹底的に生徒にエロを教え込むという漫画があったと、皆さんねやっぱ歴史がこう流れて勘違いされてるんですけど、案外町子先生エロを教えてないっていうね、ただ単にふとしたきっかけにおっぱいを触られるだけの先生なんですよ逆に、まあ、ルナ先生の方はねこう自分のおっぱいのこの南半球に数学の公式を書いて持ち上げさせて覚えるという非常に過激な教育をね、三角形の面積を求めさせるためにこうパンティの股間当ての部分の布の面積を測らせるという、これ工業機械を使わなければ測れないようなね、こう陰影のある陰影のある部分の面積を小学生に求めさせるという非常にねデンジャラスなこの教育をね施していたという、まあ、ルナ先生今となって読みたいですけどね本当に。うん、なんかブラジャーの布の面積も測らせてるときにちょっとなんか乳首が立ってきて面積が変わっちゃうみたいな嘘やろみたいなねSF を持ち込んだようなそういうね、まあ、非常に複雑な数学まで言ってる作品でしたんでね、読みたいんですけど、もう一回読みたいんですけどね、実はちょっとリスナーの皆さんに発表がありまして、昨夜ですね、本当にもう結構遅くのてっぺん回った時間ぐらいに、二枚舌毒舌グラビアアイドルオリリン、折原美香からメールがありましてですね、今ここでちょっと全文を発表したいんですけども、オリリンから、オリリンよりというタイトルで。今日、ラジオ聞きました。星マーク。朝良くない話、おもろかたです。ハートマーク。1時間なんですか？びっくりマーク。準備万端にして連絡待ってますというね、参戦表明みたいなことを勝手に準備万端にして連絡待ってますってことは参戦表明と言ってもねこれ過言じゃないですからね。まあ我々剣道小林のてめえおこ、まあスタッフ一同私含めまして全力で逃げるという手段に取らせていただこうかなと思います。折原さん、もしこれ聞いていたら、まあね、届かないまでも追っかけていただけたら我々としても嬉しいかなと思ってまして。昨日このメール受け取った時ですね、ジャリズムの山下さんのですね、40歳記念誕生日パーティーというものをですね、ちょっと芸人仲間で行っておりまして、まあ本当にいろんなね、先輩から後輩から集まってきて山下さんを祝うという、非常にね、ハートウォーミングな会やったんですけども、まあもちろん最後の締めは、今日本中を席巻してるねギャグおもろで締めると山下さんが言い出しまして、
じゃあ今日は皆さん本当に僕の40歳誕生日に集まっていただきましてありがとうございます。最後は3、2、1おもろーで締めたいと思います。皆さん一つご視聴よろしくお願いします。3、2、1おもろーゆえやーっていうね、早すぎるツッコミですね。しらけて終わるという。最初から俺たちがね、言わないことを想定してもゆえやのツッコミ用意したというね、非常にしらけた回で終わったんですけどね。まあ、よくよく考えたら山下さんも40歳ですからね。まあ、世間一般的には不惑と言われる年ですから。40にして迷わず、惑わずというね。まあ、そんな年になりましたけど、まあ、山下さんね。まあ、ある仕事現場でちょっとジャリズムさん、お二人とね、一緒やった時があるんですけども、みんなでね、楽屋で渡辺さん、まあ、鍋厚さんね、世界の鍋厚さん。今、すげえ稼いでるんじゃないんですかみたいな会話になったんですよ。まあみんなね、まあ一応芸人ですから、いやこれはとんでもないぞと。ね。南米の小国の、ね、小さい国の、ね、国家予算ぐらいもらってるみたいなことを誰かれなく言い出して、税金だけで10億円納めてるみたいなことを、みんなで言うてて、そんなことないよ、そんなことないよ、と渡辺さんがな、にこやかな顔で否定してるとこに、山下さんがそこにスーッと近寄ってきてですね、渡辺さんの方に、人差し指を向けて、その人差し指を上にクッと向けまして、急に。左右に振って、どんだけーって言った時に、渡辺さんがですね、何のこの枕言葉もなく、殺したるって飛びかかって全員で必死で止めたというね、ことがありまして。理由も述べず殺したるという枕言葉なしの殺人宣言が、行われましてですね。まあ、確かに山下さん、そのどんだけは良くないでしょうという話になって、まあ、それでも山下さんも、あんなに怒ることないやんけと。怒るどころか殺すことないやんけと。まあ、山下さんもね、ちょっとすごいことになっちゃって。で、まあ、それを見かねた雨上がり決して宮迫さんがですね、まあ、まあ、山下と、ね。まあ、冷静に考えて、お前のことを心配してるのにお前がそういうことするのがもしかしたら悪いんかもしれないと。ちょっと飲みに行こうというね。落ち着けやましたという話になって、わかりました。僕もちょっとそこを同席させてもらいますと。まあ、宮迫さんと山下さんと僕と。あとまあね、それから後輩が数人合流して、まあ、飲みに行ってた時期あるんですけど、山下さんがそこでもちょっと、シューンとこう下向いてですね。いや、確かに僕は渡辺になんかいろんな迷惑かけても知ってるかもしれないですけど、殺すことないでしょと。ずっと言ってる。これはもうちょっと悪い酒なりそうやなっていう時にその来てた後輩が、ちょっとこの間、電話番号聞いた女の子いるんで呼びましょうかと。ね。ちょっとパッと明るくしましょうみたいな話になって。よし、じゃあ呼ぼうと。電話してくれと。都合ええやったら来てもらってくれみたいな。飲み屋に。話になって、まあ女の子すぐ連絡ついて来てくれるという話になった。その時まあ山下さん、まだ下うつむいたままやったんです。まあ、あんまりこういうことでは、今日は解消できへんのかなと思ってて。まあ、待つこと40分後ぐらいですかね。女の子が二人ほど、部屋に、まあ、ちょっと個室みたいなね、居酒屋の個室みたいなとこ借りたとこ、部屋を開けて入ってきたんですけどね。まあ、それは僕も目を疑うほどのですよ。こう、巨乳の女の子がね、一人、二人のうち一人、ものすごいおっぱいおっきい女の子が来て、あ、そういえば山下さん、巨乳好きやったな、みたいなことを思い出して、山下さん。ちょっと山下さん、その下向かずに、あの子のちょっと胸見てくださいと、そっと僕が支えて、山下さんがその女の子の、まあ、いわゆる二つの膨らみを見た瞬間ですね、信じがたい一言山下さんが言いまして、その胸のとこに手を、両手を、自分の両手を掲げてですね、こんなとこに、ポニョが2匹もおるやんかっていうね。まあ、それを聞いて、まあ、女の子突然ですからね。15分ほどで帰られました、女の子。15分ほどで帰られました、女の子。まあ、それ仕方ないです。ね。まあ、そんな山下さんも、40歳というね、不惑の年を迎えましたんで。ぜひ皆さん、山下さんの方、一つ、僕が言うのも、ね、越見行為かもしれませんが、一つ応援のほどよろしくお願いしますということで。ね。さあ、この剣道小林のてめおこでは、皆様からの苦情、批判、メッセージお待ちしております。アドレスの方言っておきます。てめおこメールアドレス、temeoko@tbs.co.jp、てめおこ@tbs.co.jp。ということでね。ぜひ皆さん、いろんなもの送ってくださいということで。さあ、ここでは、TBS から、あなたへ
最高の贈り物です。 CM 聞いてください。剣道小林のてめおこ。資本主義にのっとってないところがいいですよね。人間としてのルール、プロデューサーとガンガン寝てバンバンおまけする、剣道小林のてめおこ。どうなってるんでしょうかねこの放送。CM は、CM 開けの今のジングル一体何やって、自分でも記憶のない一言がどんどん連なって流れてきてるというね。まあそうなんですけど。まあでもね、そんな、わけのわからない放送に対して非常にほどもどとした、ね、お便りが届いております。こちら、福岡県ラジオネームジョージ。最近、ちょっと嬉しいことがありました。それは僕には今好きな人がいるんですが、その子とずっと一緒にいるためか、その子と付き合ってるという噂が流れたんです。好きなこと、そんな噂が流れるなんて、ちょっと嬉しいです、と。これ一体何のために送ってきたんでしょうね、これ。最近のいいことのコーナーにも送ってきてますからね。確かにね、この番組放送始まって数回してから、ね、一通のケンコバランド宛てというね、わけのわからないメールから、なぜかコーナーになってしまったコーナーありますけど、さすがに最近のいいことはね、コーナーにはできないですかね。ええ。まあ、その子と付き合ってる噂が流れたと。まあ、確かにこれは嬉しいですね。ええ。こんなラジオ聞いてる奴にもこんないいことが起こんのかと。うん。正直ね、まあ、僕の手応えとしてはろくなやつ聞いてへんやろなという、この予測があるんでね。うん。まあ、いわば、まあ、どっちかって言ったら俺と同じくクズに近い人間たちが聞いてるんじゃないかなと思うんで。まあ、ぜひ皆さん、こんないいことがあったら、時間潰しに読むかもしれないので、ぜひ送ってください。ちょっと他にもね、普通のメールが来ておりますか。ね、こちら、ペンネーム、オレンジ。ケンコバさん、新番組、おめでとうございます。早速で申し訳ないのですが、相談です。うん。最近、友人のケイ君のことで悩んでます。ケイ君はいつもオールバックで、なぜか、蜘蛛の入れ墨をしていて、一見怖そうなやつですが、本当は、すごく優しくて自分に蜘蛛の入れ墨を掘って仲間にならないかと友達が全くいなかった自分を誘ってくれたり占ってくれもします。彼の占いはほぼ 100% 当たったりして悪いことを回避してきましたが、最近は口も聞いてくれなく東へ旅に出たそうです。ケンコバさん、彼に何があったんでしょうか。彼はね、多分念能力を失ってますねこれ。念能力を取り返す旅に出てますんで、今は信じて待ちましょう。ね。信じて待ちましょうということで。じゃあ早速、コーナーの方行きましょうか。じゃあ、一つ目のコーナーはこちら！てめおこ、都市伝説。信じないか信じないかはあなた次第。さあ、現代社会でまことしやかに流れる都市伝説。嘘か嘘か、それとも嘘なのか嘘なのか。現代日本、現代芸能界で噂される都市伝説を募集しています。さあ、早速行きましょうか。こちら、文局のチョピン。石原プロダクションでは、マグロと話しかけ、2夜連続と答えるのが会社での正式な挨拶となっているそうです。信じないか信じないかはあなた次第。さすがにマグロ2夜連続は石原プロさんのね、まあ命をかけた企画だったと、いうぐらい番宣打ってましたからね。関西の夜の CM で見るとんがりコーンと同じ頻度ぐらいでね、5秒番宣が行われてましたんでね。まあ、うなこうわか、まぐろかというぐらい頻度で見かけましたんで、未だにやっぱりね、あの伝説は続いておるんでしょうか。ということで。じゃあ次のお便り行きましょうか。こちら、ラジオネーム、荒井智也。ケンコバさん、サイコパスオさん、こんばんは。先日の安葉さんのインタビュー見ましたか。こういうのは嫌いじゃ、こういうお涙頂戴は一番嫌いじゃと言っていました。この語尾にじゃをつけることからわかるように、安葉さんは伊賀忍者です。信じないか信じないかはあなた次第。いやー、荒井智也のせいでね、触れるか触れまいか迷ってて、安葉さんのことをね、
図らずも触れてしまいましたけども。ねえ、金髪豚野郎と、小朝師匠のことをね、吐き捨てるようにという。まるでね、有吉に、ちょっとね、感化されたような。こう、有吉を見てたんちゃうんかというね。品川のことおしゃべりクソ野郎と言ったのに。金髪豚野郎と。まあね、安田さんもそうですけど、有吉も大概あれ面白いですからね。有吉はね、でもあだ名全員にスマッシュヒットつけていってくれるのに、俺にだけね、全然ウケないプロレスヒゲ野郎というのつけて。まあその舞台裏ではすいませんって言ってくれるよね。まあ爆笑とった品川には一言も謝ってませんでしたけどね。クソ野郎と言ったことで今。まあね、有吉ちょっと俺にも面白いあだ名つけてよいと、いや浮かばないですって言われたという非常にショックなね、一面もありましたけども。安橋さんはでもね、どうなっていくんでしょうね。なんか、切腹しろ解釈してやるみたいな電話をね、小朝師匠にしたと。もう江戸時代でも後半ちょっとなかったんちゃうかみたいなね。ノリを押し付けるみたいな。まあね、その歌手としてのね、すごい、その評価されてる方なんでね。まあ、とりあえずそうですね、ミヤネ屋に出ていたコメンテーターの人たちと同じぐらいの言葉でチャーニングしていますかね。その激しい感情、歌にぶつけてください。もう、そんな歌が聴いてみたいです。さあ、次行きましょう。こちら、ラジオネーム、パネンカ。落ちたら怖い、と、女性が飛行機に乗ることを拒否する場合、その女性が、特攻野郎 A チームのコングに、強烈なセックスアピールを感じていることが、その真の理由である。信じないか信じないかは、あなた次第。確かに特攻野郎 A チームのコングね、みりんぶっかけてんちゃうんかぐらい肌テカってますから、あいつ。モヒカン黒人男性のみりん干しみたいな体してますからね、あいつ。オイルとかじゃ出せない照りが出てますから、コングは。コングとね、ミノモンタさんだけはね、みりんでしょ、あれ。あとやっぱ東尾監督ね。それぐらいテカってますからね。あの手狩り、まあ、羨ましいですけどね。乾燥肌の、ね、人が多いこの世の中では。さあ、次のお便り行きましょうか。こちら、ラジオネーム、エビチュのカマンベイル。水木一郎は、ABC の歌を歌うときに、K と V と X と Z の時だけ、暑苦しい顔でおたけぶという斬新なギャグを子供の頃にすでに発明していたそうで、例の鍋やつのギャグはそれをパクったものらしい。信じないか信じないかはあなた次第。なるほど。確かにね、 V と Z 僕も聞いたことありますよ。コンバトラー V とね、マジンガー Z とは聞いたことありますよ。 K は何これ。K とかあったかな。まさかメタル K はアニメ化されてないでしょうからね。水木一郎で。まあ、これもしかしたらね、こういう作品がありましたということで。ミネルバ X の歌は確かなかったと思うんですからね。マジンガー Z の。まあ、これ情報、続報お待ちしております。ぜひお答えください。さあ、こちら、熊本市、ラジオネームナンセンス。木の実奈々の履いているスパッツは、NASA が開発したもので、500度の熱に耐えることができます。これを信じるか信じないかはあなた次第。まあ、これそもそも木の実奈々さんがね、なぜに500度を下半身から守らなければならなかったのかという理由がちょっとはっきりしないですけどね。まあ僕が聞いた都市伝説は、木の実奈々さんは 98% までライオンと同じ DNA をしてるという噂を聞いたことありますけどね。エヴァンゲリオンが人間と同じ成分でできてたように。獅子型血栓兵器みたいな。これこそ聞いたらエラー怒られますね。絶対伝えないでくださいね、これ今のは。ね。じゃあ次。これ最後にしましょう。ラジオネーム、天使のマタンゴ。ブラックジャックに、包茎手術を頼むと、タダでやってくれるそうです。信じないか信じないかは、あなた次第。これはね、もしかしたら本当にそうかもしれないですよ。ブラックジャックは気持ちを確かめる
確かめるためだけに1000万ぐらいまず要求したりしますからね。先生と海辺のね、崖の上に立ってる一軒に訪ねて、先生、手術してくださいと、僕の包茎をと。何を言っていると。そこいらの町医者に頼みな、モグリの医者に関わるとろくなことねえぜ。って言うてるところにピノコが怒り出すんですよね、これ。先生と、してあげなよみたいな言って。お断りだね。町医者でできる手術をなぜ私の腕を振るわなければならないんだと。先生、ここに1000万あります。僕のチンコの皮を切ってもらえないでしょうか。そこでブラックレイがにやりとするわけです。いいだろう。金があれば話は別だよと。早速オペに入るぞと。まあ、ピノコに横につかせて、メスと。プツ、終わりですよ、終わりで。術式完了と。ね。で、それで、さあ、その包帯を取ってみるんだと。チンコに巻かれた包帯を取って、はあ、大人だということで。そうだ、君は立派な大人だ。これからは社会に出て、せいぜい大人らしい振る舞いをするんだな。今みたいな無職じゃやっていけないだろう。この1000万で、商売でもしたまえ。先生みたいな、そういう素敵な話をね。ブラックだけど、もしかしたらあるかもしれないということで。この都市伝説は、あながちですよ、これ。信じないか信じないかとは言ってますけれども、真実かもしれないんじゃないかということで。さあ、てめこ都市伝説はこの辺にして、次のコーナー行きましょうか。続いてのコーナーは、こちらです。アシスタント募集。さあ、この剣道小林のてめえこは、私たった一人でやっているラジオでして、これではもうちょっとね、心もとないということで、我こそはという美しい女性のアシスタントを募集しようというコーナーですよね。条件は、女性であること、美しくあること、年齢20歳から21歳であること、そしてグラビアアイドル折原美香ではないことということになってますが、さあ早速今日もアシスタント募集の方にたくさん届いておりますので読んでいきましょうかね。こちらラジオネームユーリン、ケンコバさんはじめまして。ラジオ放送開始時から聞いています。出だしの BGM がママレードボーイの主題歌のところに完全に心奪われました。ママボど真ん中世代なもので、ママボと言うんですかあれ。ママレードボーイママボと読むのは僕もちょっと知らなかったです。美人を募集しているということでかなりハードル高めですが、性格美人を目指す私はいかがでしょうか。東北の田舎もんですが、東京もんには負けたくないです。ケンコバさんをアシストするためだけに上京する覚悟あり、趣味はぬいぐるみと話すこと、少々のピアノです。昔の少女漫画も愛してます。ちなみに二十歳ですということでね。ちょっと申し訳ないですが、ユーリンさん、性格美人は募集してないんですよね。そういうね、逃げ方は我々には通用しないぞということをここではっきり言っておきます。さあ続きまして来ております、こちら、ですね、栗本あかねさん。アシスタント募集を見てマッハでメール書きました。まだ募集 OK ですか。ケンコバさん、本当にマジで真剣にアシスタントさせてもらいたいです。よろしくお願いしますということで、職業は看護師。趣味アウトドア、みんなでするスポーツ、マラソン、アピール。ケンコバさん、ほんといつも応援させてもらって、元気いっぱいもらって、尊敬する人はと聞かれたら迷わずケンコバさんって答えるぐらいめっちゃ好きです。年齢オーバーなところがほんと残念なんですけど、やりたいっていう気持ちは誰にも負けません。なのでぜひアシスタントさせてください。ダメーということでね、ダメなんです、年齢オーバーは。さあ写真の方見ましょうか。あー、なかなかね、可愛らしい看護師の方が V サイン送ってくれてます。残念です。年齢はいくつなんでしょうかね、これ。生年月日から判断するにこれ26歳ですね。どうもね、条件に当てはまらない人だけが積極的に、ちょうど20歳21歳の美しい女性にだけは届かないんですかね、これ。うまいこと。さあ、もう一丁行きましょうか。こちら、三井理恵さん。三井理恵、20歳、大学2年生、すべての項目をクリアしてます。来ました。ね。タイピングが早いので、メールなどの情報処理サポートもできるかと思います。趣味はダンスと料理と読書です。
最近読んだ本で勉強になったのは、サラリーマンの言い訳大全集と、男の器量は女でわかる、と、インドのことがわかる本です。よく通る声と、持ち前の明るさが魅力です。中高一貫して続けたダンス部での忍耐力があります。最高学年時には副部長を務め、陰で支える素質に磨きをかけました。それらを活かし、ケンコバさんをはじめとしたメンバーの方々をできる限りサポートしていきたいです。今後は番組を盛り上げる一人として、発信する側で番組に携わっていきたいと思っております。先行よろしくお願いします。非常に真面目で、ね、非常に気持ちのいい、お便りを送ってました。あ、ルックスもですね、なかなか、ね、可愛らしい方です。友達とね、二人のツーショットを送ってきてくれてるんですけどね。これね、三井理恵さんが、まあ、二枚ね、写真送ってきてくれてるんですけど、一方はね、結構背中丸出して、これね、だから趣味のダンスの時の衣装ですかね。で、私服の時、ね、なんか友達と、女の子の友達とね、二人で、V サインをしてる、ツーショット写真送ってくれるんですよね。これ本当に、人の心とか、目とか、そういうのはね、その金銭どこに引っかかるかという問題なんですけどね。三井さん。どっちかで僕この友達の方が好きかな。このグリーンの T シャツ着たね、ちょっとショートカットのとこなんかね、目がクリンとして可愛らしいんですよ、これ。ちょっと友達紹介してもらえません？その子アシスタントする気あったら、ぜひ送ってきてくれと。ね。それと同時に三井さん来てくれるならね、そこで先行しますんで。ぜひ友達を誘ってもう一度、応募し直していただけたら非常にこちらも幸いなんですということでね。じゃあこのアシスタント募集のコーナーは今回はこの辺にしておきましょうか。じゃあ次のコーナー行きましょう。てめえは俺を怒らせた。さあ何かと怒りの多い現代日本、生活の中で労働の中勉強の中、とにかく怒りを覚えたエピソードを送ってきてくださいということで、さあこの番組が唯一こういうコーナーやってますと、上層部の方には伝えているコーナーでございます。さあ怒りを感じたことを皆さん怒りの方は感じているんでしょうか。どんどん読んでいきましょうか。こちらラジオネーム古いピエロ。おい、俺の後ろの席で話している小僧、俺の彼女がさ、なんて言ってるやつが、俺のってなんや、俺のっているか、彼女って言えばいいだろうが、お前のような軟弱野郎がいるから日本は舐められるんだ。てめえは俺を怒らせた。細かいよね。怒るなよ、こんなことで。俺の彼女って言うてもいいじゃないですかね。俺の塩なんていう商品もあるぐらいなんですから。ね、怒らないように、こんなことでは。ね、そんな些細なことで怒ってたら生きていけないですよ。さあ続いていきましょう。文局チャピン。おい、映画版ホームレス中学生、どこをどう間違えたら小池徹平がキリンの田村になるって言うんだ。肌の質感からしてまるで別の生物だぞ。てめえは俺を怒らせた。これね、確かにね、まあ、あのキリンの田村が、ホームレス中学生がすげえ売れたとかいう時の会見に映画化とかもあるんじゃないですかと。いや、ぜひしたいですね。と、主役は小池徹平くんでお願いしたいですね。みたいに言ってた。ねえ、まあ言うたソフトジョークが、誰かが真に受けて採用しちゃったっていうね。これ最悪の結果を生んでるんです。まあ、誰の責任やったら田村の責任ですよ。そのジョークが受けなかったんですから。そこでドカーンとなってたらこういうことにはならなかったんですけど、ああ、なるほどみたいなね。反応関係者がしちゃったんですよ。ああ、小池徹平くんならね、興行収入もありそうだし、花もあるし、みたいなんで。ね。キャスティングというものは本当大事ですよ。ね。うん。まあ、そうですね。あと、キングコングの西野とかがね、お兄ちゃん役で出て、ね。まあ最近そういう芸人のね、書いた本が映画化で、品川のドロップであるとか、ね、このキリンのホームレス中学生なんで、劇団ひとりくんの影日向に咲くとかね、映画になってますけども、誰からもね、ちょっと俺に声、小林さんどうですかと声がかからないんですよね。全くの外部のヤッターマンだけが声をかけてくれた。
まあ、まあ言うても、あ、そうや、今度ね、公開する映画、俺もちょっとだけ出てるんですよ。GS ワンダーランドっていうね、グループサウンズの映画に、ちょっとまあ、そんなね、重要な役じゃないんですけど、出てるんで、で、よかったら皆さん、杉本哲太さんと、共演してるシーンがあるんだよね。こう杉本哲太さんっていうのが、ものすげえ、ちょっとびっくりして、映画の撮影現場に行った時にね、楽屋が一緒やったんですよ。控え室というかね、ちょっと古い洋館みたいなのを借りて撮ったシーンがあるんですけども、まあ、そこの普通の部屋を、まあ、控え室にしてもらったんで、まあ、そんなに広いとこじゃなかったんで、控え室がね、役者陣一緒やったんですけど、僕と杉本哲太さんともう一人の役者さんが同じ楽屋で、その撮影シーンが終わったら確か武田真治さんとかがね、その楽屋使います、みたいなんで、まあ、一緒やったんですけどね、杉本哲太さんがその、控え室におはようございますって入ってきた時に、なんか俺と目を合わせてくれようとしないんですよね。だからもしかしたら、まあ、もともとバンドマンとはいえ、もう役者で長いことやってきてる人が、最近のお笑いブームだかなんだか知らねえけど、ね、そうやすやすと映画出れんのかよ、みたいな空気を出してんのかなと僕思いまして、ちょっとビビってたんですよね。目回してくれないで、ほんで一人でずっとブツブツブツ、って言ってて、やばい、これ、最悪の空気やなと思ってたら、テーブルを突然バーン叩いて、俺のところダダッと近寄ってきてですね、顔面を俺からもう3センチぐらいのところに近寄ってきて、あかん。どつかれると思ったら、セリフの練習つけてもらえますかあれみたいな。ただ単に何回もずっと一人でブツブツ言ってたのもセリフを繰り返してたらしくて、あ、さすがね、一流の役者さんは常にこのセリフの練習してるんだなという恐怖を感じた。ぜひ皆さんね、GS ワンダーランド。見に行ってくれたら、なんかね、面白い映画になってると言ってました。僕ちょっと仕上がりのね、試写会みたいなの見れなかったんですけども。ぜひ見てください。さあ、こちら、ラジオネーム、おかっぴき。おい、両親。いい年こいて、子作りしてるとこ俺に見られてるんじゃねえ。還暦だろ。てめえは俺を怒らせた。でもできることなら、妹が欲しい。複雑な思春期のお便りいただきました。ね、この方21歳らしいですけど、21歳で、なのに思春期ど真ん中の思いを綴っていただいて非常にありがとうございます。さあ、続いていきましょうか、こちら。ラジオネーム、丸米真治。SOD が、ソフトオンデマンドですかね、世界に誇る人気シリーズ、中出しルームサービスを鑑賞していた時のこと。お約束の決め台詞、中に出してもいいよと共にフィニッシュを決めようとしていたその刹那、あろうことか女優は吹き出したのである。思い出し笑いか何か知らないが、俺様の焦点が台無しにされてしまったのだ。てめえは俺を怒らせた。なるほど。まあ俺なら乗り越えれる壁ですけどね、これ。あ、なんかなぜ笑ったんだろうということで、もう一回そのビデオ使いますけどね。いろんなことを考えれると思いますよ。ね、中に出してもいいよって言った時の男優の顔。ね、カメラマンのこのカメラを握る時の手のギュッとした仕草とか、何か面白いことがね、起こってるかもしれないんで。もう一度、そのつもりで見てみたらいかがですか？マルコメ信じ、あんまりからないんでね、みんな。ね、さあ、こちら、ラジオネームパネンカ。金、土、日のシフトでコンビニの深夜勤務をしているときに、2週に1度のペースでコンドーム2箱とチャーハンおにぎりを買っていく高校生っぽいお前、そこのお前だ。てめえは俺を怒らせた。なるほど。高校生でコンドーム2箱。これは確かに腹立ちますね。これは腹立ちます。なぜか俺も言葉が続かないぐらい、ふつふつと怒りが湧き上がってます。ね、世の中は平等じゃないっていうのはね、童貞喪失の年齢がはっきりさせてますから。童貞のね、喪失年齢の差がある時点で、世の中に神なんていないということはね、はっきりしてますから。ね、神様に頼ってる人々、神はいないということは皆さんの童貞喪失さ年齢で分かってますから。神などいないということは皆さん、思ったら、ことがあれば、ぜひそちらの方も、神などいないというコーナーを作りますんで。どういう瞬間に神がいないと感じたのか、ぜひ書いて送ってください。さあ、行きましょう、こちら。我流のチャパ。日本男性のチンコの平均サイズが13センチと言い放ったやつ。てめえは俺を怒らせた。
これなかったんですかね、13センチ。まあ、あくまで平均ですから、平均っていうのは実はうまいこと真ん中ならずに3分の2かなんか4分の3ぐらいになるみたいな話聞いたことありますけどね。ちょうどそこに一番固まるみたいな。なんかね、数学的じゃないけど、その、数のデータみたいなの出てて、極端に低いやつがおるからそうなるんかなんかなのかな。だから皆さん、我流のチャパを笑わないでやってください。ね。さあ、行きましょう。こちら、最後にしましょうか。チョッピン。おい、チワワ。お前ら何の努力も知ってないくせに、女の子にチヤホヤされすぎだ。俺だって可愛いとか言われたいし、頭やら首の下やらなでなでされてんだ。俺は生まれてこの方、お前らみたいに女の子からチヤホヤされたことは一度もねえ。てめえは俺を怒らせた。まあそうでしょうね。このチョピン、やけにね、この番組に異常な数のメール送って言ってくれてるんで、きっとそういうやつやろなと思ってました。きっとチョピンと荒井智也は、そういう人なんでしょうね。まあそれをね、解消するために、ぶつけるように、ね。このコーナー、何でもいいんで、どんどん送ってきてください。ということで。じゃあこのコーナーは、このあたりですかね。じゃあここで一旦、聞いてもらいましょうか。僕が特別に用意しました。聞いてください。CM です。剣道小林の、てめおこ。誰かを傷つける嘘だけは、絶対についてはいけません。人間としてのルール。貧乳の若い女性、特に OL や女子高生の夏服の代表であるワイシャツ姿でカッポしているのを見かけたら、胸を直視から凝視をしてあげることではないでしょうか。こんな怖いラジオやってるんですね。自分のなんか発言聞いて、なんかこういう怖い BGM 載せられたら、なんかとんでもない恐ろしいラジオやってるような気がしてきましたけど。一番何より恐ろしいのが、さっきからね、ポツポツ流れるなんか僕のね、一言全く記憶にないっていうのが怖いですね。どんなこと喋ってたのかと。ね。じゃあというわけで、次のコーナー行きましょうか。続いてのコーナーは、〇〇さん、聞いてるんでしょう。さあ、この剣道小林のてめえ子は必ずや有名人、著名人の方が聞いてるはずなんです。さあ、その方にお返事を求めるという、その方だけが送ってくれたらいいんですが、ね、なぜか偽物も毎回出没してしまうということで、今回は RG、レーザーラモン RG に向けてね、3つの質問、好きな言葉は、人生最大のピンチは、そして私、剣道小林に一言というのをですね、まあ、募集させていただいたんですが、なんとこのコーナーね、今まで、矢沢永吉さんであるとか、いろいろ、スタローンさんであるとかやってきたんですけど、一番慣れた投稿多かったんですけどね、RG になると途端に投稿がパタリと。ね、こんだけ何週間も引っ張っても、こんだけしかこれ届かへんのかと。なんか今週だけでね、600通ぐらいメールが届いてるのに、このコーナーだけ一向に増えないと。いうね、とんでもない。やっぱり RG に触れないで移行作戦をね、貫くべきやったかなと今更ながら反省してるんですが。まあ、数少ない投稿の中から読んでいきましょうか。こちら。ラジオネーム、あなたの肉野菜。好きな言葉、篠原智恵のくるくる。最大のピンチ、オジャーマンスープレックスをしたら上からシャンデリアが落ちてきた。ケンコバさんへのメッセージ、リーバイスの何かをくださいと。ね。よくね、なかなかいいネタを送ってくれるあなたの肉野菜ですらなんかこう定まらないのを送って、やっぱりどう考えてもこれ RG というお題が悪かったとしか、まあ、言いようがないんですよね。こちら、行きましょう。ラジオネーム、栃木の木村。てめおこに、おじゃーまんスープレックス。好きな言葉は、祭りの後の静けさ。人生最大のピンチは、今。ははははは。剣道小林に一言、世間では俺って芸人とプロレスラーどっちだと思われてるのかなというね、一言。人生最大のピンチは今、うん、人生最大のピンチ RG、 本来は人生と言ってもね、答えになりますから。人生最大のピンチは何ですか。人生、今世って言ってもね、成立するぐらいの男なんで。さあ続いていきましょう。こちら、ラジオネーム猫100匹。好きな言葉は、Shall we dance? 人生最大のピンチは、インドで出演したテレビ番組で調子に乗って女性キャスターに抱きついたらすごく怒られたことかな。さすがにあの時はシャレにならないと思ってヒヤッとしたよ。剣道小林に一言、これからもてめえおこ頑張ってくれよ。ぜひ今度一緒に映画に出よう。
ハリウッドの RG ことリチャードギアより。確かに全てリチャードギアさんのね、データですけどもこれは。ね。あ、そうなんですか。リチャードギアさん RG やったんですか。まあ、この辺はね、ちょっと調査してないです。じゃあ、これ、最後にしましょうか。ラジオネーム、大森林いつ。好きな言葉は、ソフトゲー。あれ？リアルゲーじゃないですか、これ。人生最大のピンチは、大学受験をしている間に、相方の人気が衰えていった。剣道小林に一言。おい、剣道小林、お前、番組でアシスタントを募集してるそうだな。俺を使えと。この方、どうやら本物。いや、本物はリチャードギアさんですかね、これ。じゃあ、リチャードギアさん、ありがとうございます。ということで、まあ、実際のね、レーザーラモン RG からは、返事が返ってこなかったと。いう結論になりましたということでね。ちょっとじゃあ RG さんじゃ送りにくいので、そうですね、次回は誰にしましょうかね。じゃあ女優の桃井香織さん。聞いてるんでしょ、桃井香織さん。ね。ぜひ、好きな言葉と、人生最大のピンチと、私、剣道小林一言。ぜひ、これを答えて、メールの方で送ってください。桃井香織さん、一つ、よろしくお願いします。ということで。じゃあ次のコーナー行きましょうか。次のコーナーこちら。朝よくない話。さあ、聞けば人生の見方がちょっと変わるかもしれない、そんな浅くて良くない話をぜひ皆さんにショートなバージョンで送っていただきたいなということで、さあどんどん行きましょうか。こちら、ラジオネームモンド。中学生時代、夢を見つけ進路に悩んでいた頃の話です。何気なくテレビを見ていると、ある野球選手のドキュメントをやってました。その選手は他の選手に比べ非常に小柄な体型でした。しかしそのハンデを厳しい練習により克服、中学時代は輝かしい成績を残し高校野球へ進みます。そんな彼を待ち受けていたのは現実の壁。中学時代よりさらに厳しい体格差のハンデに彼は苦悩します。そんな彼を救ってくれたのは、高校2年で訪れた爆発的な成長期でした。そのドキュメントを見て、私の進路が嫌おなく決まったことは言うまでもありません。朝よくない。朝よくない。朝よくない。いや、これは、まあ、ね。どんだけ練習しても、ね、追いつかなかったので、成長期で背伸びたら助けてもらったんですね。これは不可良くないですかね。良くはないですよ。努力は救わなかったと。成長期が救ったと。まあ、ちょっとね、不可良くない話ですかね、これは。じゃあ続いていきましょう、こちら。ラジオネーム、つるぺったん。中学生の時、友達の家の近くで火事がありました。友達と一緒に見に行くと、大勢のヤジ馬がいました。僕は道路の真ん中の白い線の上に立って火事を見ていました。すると消防士の人がこっちに向かって走ってきます。そこどいてと言われ、足元を見ると僕の足元の白い線の右側が膨らんでいて、左側はそのまま白い線でした。僕は白い線の上に立っていたのではなく、消防車のホースの上に立っていたんです。僕がどくとホースから水が出ました。怪我人が出なくてよかったです。朝うん、浅いですねこれ。まあこれ怪我人が出てたらもう読めない投稿ですからね。じゃあ次行きましょうか。ラジオネーム広重。あれは17日のことです。電車に乗っていると2人の老夫婦が乗ってきました。しばらくしておばあさんの方が電車のトイレに入っていきました。僕はそれが気になり、ずっとトイレの方を見ていました。するといくら経ってもそのおばあさんはトイレから出てきません。ついにトイレから出てきたのは、そのおばあさんが入って20分後のことでした。そしておばあさんはある印象深い言葉を放つのです。やっぱりトイレは家がいい。朝よくない。朝よくないですね、これ。何のためにもならない話ですからね、これ。何のためにもならない話ですから。さあ、もう一度行きましょうか、こちら。あなたの肉野菜。昔僕は転んでしまい、膝をすりむいてしまいました。その時に一緒にいたおばあちゃんは、唾つけとけば治ると言って、
ツバをつけると思ったら僕の膝にゲロをかけてきました。朝よくない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 話ですね。これこれは相当朝よくない話ですね。ちょっともう一丁最後行きましょうか。これね、朝よくない話、ラジオネームアンラッキーストライク。鈴木博光にの私の姉が竹内まりやさんのアルバムを聴きながら部屋で泣いている。朝よくないですねこれは。ね、竹内まりやさんのアルバムは深いんですあれね。それ聞いて姉が泣いているという報告だけですからねこれ。これは相当朝よくない話ですよね。非常にこんなような朝よくない話待ってますんで、ぜひ皆さんどんどん送ってくださいということで。じゃああと一丁ぐらいコーナー行ってきましょうかね。続いてのコーナーこちら。あれはチンゲじゃないのか。さあ略してあれチンのコーナーね。神出鬼没のチンゲ、至る所に出現しますんで、あれはチンゲじゃないのかという疑惑、そして確証を得た方はぜひ皆さん情報の方を送っていただきたいんですけども、さあ早速行きましょうか。こちら、ラジオネームベリーナイス。とうとう自分は上から下まで全部がチンゲな人を発見してしまいました。その名は博士太郎。博士太郎さんが、博士太郎さんって誰がどう見ても全身チンゲですよね。きっとバイオリンの弦もチンゲだと思います。徹底しているそういうことはね、高田真由子さんは東大を卒業してチンゲと結ばれたとそういう法則に、我々の身を奮い立たせるですね、情熱大陸はチンゲが奏でていたと、いうね、驚愕の事実。これがもし事実だとしたらですよ、ね、そういうことになってますんで。じゃあ続いていきましょう。こちらラジオネーム荒井智也。確か渡辺美里さんが T-I-N-G-E 恋したっていいじゃないって歌ってましたよね。ああ見えてチンゲ好きなんですね。違います。ね、これメロディーに合わへんようになるでしょ、これリズムにも。ね、T-I-N-G-E やったら1個多いですから、これ。これは間違いですよ。渡辺美里さんに悪いです。西武球場でチンゲの歌うわけないですからね。歌うわけないですから。さあ、こちら行きましょう。ラジオネーム、マンベール、エビ塚。メラミンとか、ジクロなんと、なんたらとか、いろいろ難しい名前で消費者をごまかしてますが、結局あれって、食品に混入してたのは、全部チンゲなんですよね。これだったらもっと怒ってると思いますよ。もっと怒ってるけども、閉鎖まではいかないと思います。こちら、ラジオネーム、パネンカ。危ないデカの中で、柴田恭兵さんが、チンゲを両手で携えながら、失踪していませんでした。ランニングショットかかるんですよ、柴田恭兵さんが走るときは。両手で構えて。あれ銃じゃないんですか。だいぶ集めましたね、あれ。あの黒の面積、体積から行くと。ねえ。舘ひろしさんは拳銃なんですか。柴田恭兵さんだけがチンゲを両手で走っていたと。確かに銃持つにはちょっと上に掲げすぎかな、みたいなね。感じがしましたけど。さあ、どんどん行きましょう。ラジオネーム、イエロー大佐。コアラがいつも食べてるあれは、チンゲと聞きました。あれはユーカリです。さあ、行きましょうかね。こちら。ラジオネーム、チョッピン。キシリアザビが、マスクを着用していたのは、チンゲを吸い込まないためだそうです。ザビ家はチンゲまみれですからね。ザビ家はチンゲだいぶ落ちてるらしいですから、ガルマの紫のチンゲまで落ちてると言いますからね。キシリア様はそれ当然の行動だったんではないでしょうかということで、じゃあ今日はこの辺にしておきましょうか。じゃあここで、一曲ね、聞いてもらいましょうか。福原美穂さんで優しい赤。
DVD ボックス発売決定。ジーク、てめえおこ。聞けばよかろうなのだ。ジーク、てめえおこ。てめえおこ、おこおこ、めておこ、てめえおこ。ジーク、てめえおこ。私はホタテ貝になりたい。そうつぶやいた男は一人築地へと向かった。大いなる罪と業を背負い、男は審判の日を迎える。私はホタテ貝になりたい。剣道小林のてめおこ。木曜深夜が涙に濡れる。絶対聞いてくれよな。さあ、というわけで剣道小林のてめおこ、もう早いものでお別れの時間がやってきました。いかがだったでしょうかね、今日ね。私は自分に、課した枷として、あの運行をね、非常に我慢しながらやってみたんですけど、もう僕のね、肛門の方がですね、エグザイルのように動き回っておりますエグザイルのダンスで激しくヒクヒクしておりますんで、ね、さっとこう締めさせていただきたいんですが、さあ、今日もね、やれなかったコーナーもいっぱいありますけども、コーナーの方どんどん募集してます。てめえは俺を怒らせた、アシスタント募集、究極の M、 朝よくない話、てめえおこポエム、まるまるさん聞いてるんでしょ、これは今桃井香織さんに募集しております。そしててめえおこ都市伝説、信じないか信じないかはあなた次第。そして剣道小林プレゼンツ、優しさの定義、そしてあれはチンゲじゃないのかのコーナー、そして神などいないというコーナーもねできましたんで、ケンコバランドの方は特に募集しておりませんので、まあ、気が向いたら送ってくださいということでね、各コーナーのまあルールや送り方なんかホームページ見ていただいたらわかりますんで、じゃあアドレスの方置いておきます。てめおこメールアドレス、てめおこアットマーク tbs.co.jp、 temeoko アットマーク tbs.co.jp まで。剣道小林のてめおこでは、ポッドキャストもご用意しています。パソコンを持っている方はぜひチェックしてください。パソコンを持っていない人は、メディアカフェ、ポパイ、もしくは漫画喫茶マンボウに行ってください。さあ、ダウンロードするには、ポッドキャスト954か iTunes ミュージックストアにアクセスしてください。ポッドキャスト954か iTunes ミュージックストアにアクセスしてください。ということで、さあ、それでは、来週も、剣道小林の、てめえは俺を怒らせたで、共に、怒りましょう。さよなら。